実はですね、この市民文化ホールを、会場を県が抑えたのは、その10日にあった説明会の時にはもうすでに抑えてあったということを、私聞きましてですね、本当にどうして、まあ、そういうふうに県の方ではですね、段取りをすでにされていたのかなと、まあ、大変不思議に思った次第です。でその状況などについてもですね、市民には何か知らされることもなく、まあ、改革を先に進めようとしている、まあ、本当にこんなことで市民の命や安全が本当に大切にされるのかなと本当に疑問に思っているところです。今日は皆さんと一緒に参加します。仙台市議会では本当に昨日ああいうことでですね、まあ、本当に、がっかりされた方もあるかもしれませんけれども、私たちが諦めてしまえばもう相手の思うツボですので、最後まで諦めずにご一緒に頑張りたいと思います。頑張りましょう。まあ、不住院文化会館で7時から、住民説明会が行われるのですけれども、もともと先着順で、入場できるというふうな、説明だったんですけれども、整理券を配ってそれから席順も指定されるという、そういった処置に市民が怒りを撒き散らしています。もう曲とする必要はない、はがき通りやね、はがき通り、我々ははがきで来てるんだ、出しなさいよ、はがき通りやね、はがき通りやね。